ボルドフカンは AWM、はい、どうも、スコールです。今回はですね、話していきますのが、まあ、前回ですね、パンダ出撃、おころパンダ出撃のガチャあるじゃないですか。まあ、ある程度回したら全部手に入りますよってやつですね。まあ、あれあったと思うんですけれど、あれ、まあ、闇がありますっていう話したと思うんですよね。広告の部分、表示の部分に闇があるというお話したんですけれど、今回はその続編です。まあ、なんで僕がですね、まあ、本話に入っているかというとですね、まあ、とある部分を見るためなんですよね。はい。で、まずその一つ目のね、場所ですね、早速見ていこうかなというふうに思います。まずですね、こちら、一つ目ですね。ここ、見ていったらわかると思うんですけれど、なんとですね、広告が、削除されているんですよね。ハチスコを映していた、広告が削除されております。まあ、多分ダメという判断だったんでしょうね。運営側の、これはまずいなっていう判断だったと思います。で、二つ目ですね。もう一個ね、修正されておりまして、まあ自分は前回伝えなかったんですけれど、パンダギフトボックスの右側の説明があるじゃないですか。で、今、貴重なボックスの中にはパンダシリーズ、レアアイテム入ってます。同じものはダメよって書いてるんですけれど、ここに前回はトレーニング勲章や栄光勲章なども入ってますっていう風に書いていたんですよ。まあなんですけれど実際中には入ってないですよね。まあ、なんでそれも修正されたと。まあちなみにですね、まあここ、まあ多分ですね、前回のまあ同じようなパックあったじゃないですか。なんかカフェテリアみたいなやつ。あれの時にはまあ勲章入っていたので、まあ説明文の使い回しをしたから、そういう表記になっちゃったんだと思います。で、三つ目、このね、商品のラインナップ。まあ、覚えておいてください。まあ、金銃に、オレンジのパラシュート。そして、これね、アイコン枠。前は、リアリティ紫だったんですけれど、まあ、ここから先ちょっとね、衝撃的な映像をね、たまたまその、ミルダムでライブをしている時に撮れましたんで、まあ、ミルダムでリスマラライブ毎日してるんですけれど、それしている時に撮れましたんで、まずそちらをね、ちょっとご覧ください。どうぞ。明日からバレンタインイベント始まるんですよね。リスマラあればいいですね。バレンタインイベント。もう明日からスタート。でもね、内容見る限りね、大したイベントじゃないんですよね、正直。内容見る限りは。バレンタインでスキン欲しい。あ、そうなんだ。女の子にもらえば。でも女の子にスキンもらうってなんかさ、ただの小じきやな。あー、邪魔くせえやん。おーい、まじ、キャラコン邪魔だって、まじこいつ。なんで何でしょうね、こいつ。後ろのやつ。何でしょうね、こいつ。2番。サブタンをちょっと今起動してるんで、サブタンで一回回そう。釣り動画のために自転車買いたいみたいな。で、釣り動画を撮れるぐらい生活の余裕が欲しいっていう。ここ半年。俺も1年ぐらい乗ってない。でも本当は自転車趣味なんだけれど、めっちゃ乗りたいんだよね。俺大好きだけんさ、本当に。本当は運動するの大好きやけん。どういう、重すぎるだろ。本当は公園行動なんかするよりさ、正直そうやって走り回る方が俺好きやけん。多分はっきり言うけどさ、やけんまあちょっとね、みたいな。意外と僕なんか陽キャらしくて、なんか好きなんですよ、そういう。ああ、反対で出た。なんだ、それ。金券で出るんか。複雑な気分やぞ、反対で出るの。複雑な気分。二代目だ。まあ、出るのはね、分かってるからね。こんな感じで、ね、金枠も出ればいいよね。なあ、こんな感じで、金枠も出てくれれば。これ少し取ろう。やっぱり、金券ガチャの方が出やすい説ね。これを提唱できますわ。ハンターライトってこれで、俺保存しとるアカウントは2代目だね。これハンターライトとかってさ、欲しい人おるん今。なんか今、射撃場でさ、練習しよるやつ殺せる技があるんだろう。あれやりてんだけど、俺。ボーナスステージやん、こいつ。ボーナスステージすぎて草。ねえ、鼻の下に、俺よくできるんだよ、鼻の下。よくできるよ。ふん。88持っとって負けるのはやばい。
あー待って、構えてくれんだけど。危なかった今。リンしなかったっけ、感度が違うもん。ジャンプ打ちで複数ヘッドになったら結構気持ちいいよね。あーめっちゃ気持ちいいそれ、今。あー待って、溜まってなかった。危な、スマホじゃできん。あ、そうなんだ。なんだろうね。定例と対にする裏技ないかな。なんかね、端末にセットしたらね、定例と対になることあるよ。たまに思うんだけれど、これメイスト入ってない？あ、このキャラ入っとる。ね、週間連続キル。ね、週間連続キルのさ、記録取っとるじゃん。ね、スコアラデチってやつとさ、スコアラ銀行っていう、スコアラシリーズのこのランキングをね、締めていくという。しかもスコアラデチって俺じゃないもんな。俺じゃないっていう。誰だって俺思ってるんだけど、ずっと。うん。この赤、深い！誰なんだっていう。毎週俺のキャラがこっちそうやってね、瞑想を締めていったらそれはそれで面白いかもしれん。あんなキャラ作ったかな？作ってないと思うんだよな、スコアラッデチってやつ。多分スコアラッチの違う版みたいな感じで誰かが作ったと思うんだよ。別にいいけどさ、名前つけるぐらいだったら。なんとも思わんし。なぎすまされても別にどうとも思わんからな、俺ね。普段のさ、通常戦闘ってさ、AK アイアンの方がいいけど、瞑想はね、なんか、ドットの方がね、いい気がするときあるんだよな。AK アイアンって最初の4発ぐらいまではね、割かし上方向の反動強いけんね。4発以降はね、結構反動はしないですけれど。4発目までは反動が強いから難しい。まあ足狙うって方法でもいいんですけど、それだとダメージが低いんで。敵にグレばっか投げてるやつがおる。敵にグレばっか投げてるやつがおる。M4 かな。まあ、M4 が結構一番。あー、もう構えてくれんときなんなんこれマジ。これよく悪くないこのゲーム。構えてくれないの。あー、ほんと危な。めっちゃご利用した今。俺も AK 苦手だよ。で、メンストはね、結構バグ多いよね。メンストは。バグ多い。またぐらい投げとる、こいつ。アホか。おーし。やれ、お前、撃て。やれよ、こいつ。アホか、こいつ。後ろってやつ、後ろのやつやると思ったら全然さ、撃ってなかったのに。なんでやれんだ、今の。ギャグだろ。マジで。ギャグすぎるだろ。ねえ、その距離やれんかったらもう終わりでしょ、人として。人間じゃねえ。ねえ、お前じゃあ、どの距離だったらやれるんだって思ったもん、今。人間じゃねえよ、それ。なあ。じゃあお前どういうタイミングだったらお前倒せるんだ敵のことをみたいな思っちゃうね。ちょっとアプリさんインストール、俺アプリさんインストールは別端末でやってるんで、だけどそんな時間俺必要ないんですよ。俺アプリの再インストールとかは別端末でやってるんで、俺がレベルを上げてる間にやったりとかそんな感じでやりよるから、実質俺その時間を短縮できてるんですよね。この方法結構頭いいと思いますわ。自分で言うのはだけど、自分で自分のこと頭いいっていうのはアホやけどさ、その人と僕だけの秘密みたいな。あ、びっくりした。当たったかと思ったし。詐欺だよね。あ、当たったかと思ったし。詐欺だよね。マジで。なあ。惜しいって。惜しかねえよな。え、これは当たりなわけ？なあ。これは当たりなわけ？わからん。アイコン枠って確か確率そんな高くなかったよな。あ、これわかった。指摘された件か。俺が言った件だ、多分。あのね。アイコン枠パンダってね、これ紫枠だったんだよ、もともと。だけれど、色が、ここでオレンジになってるのに、紫枠じゃなかったじゃん、前まで。え、これ、やばくないそれ。え、前までさ、アイコン枠さ、紫枠だったよね。俺の記憶が正しければ、紫枠だったはずなんだけど、最初。じゃなかったっけ？え、そうだったよね。え、これ覚えてる人、俺なんかの配信で俺言ったんだけれど、見てる人おらんか。紫やったよね。やば。ここも修正したんだ。俺言ったもんね、動画で。うん、確かパンダの動画で。いや、これ、でも色っていう。え、じゃあ、つうことは、パラシュートも金になったってこと。あ、パラシュートはオレンジのまんまなんだ。まあまあそこはね、黄色もオレンジもまあ見方変わらんけん。マジ闇だな、この運営な。メモっとこう。そう、俺とニュースがね、運営を動かしているという、その無視できない。ね。闇だな。守護医、守護すぎる。まあなんかあんまどうやることでもないけどね。サイレント修正。これがあれだろ、噂のホットフィックスってやつだろ。変わらんだろ、それな。言い方変わらんだけど、言い方が違うだけでな。やっとること変わらんっちゅうね、中身の。いや、運営からしたら俺悪魔だね、今ね。俺完全に運営からしたら悪魔な存在だよな。うん。いや、スコアラとかいう悪魔。俺のことバーンしたらいいのにね。そしたら逆にネタになるけん。
ついに俺をバンした運営みたいな。でも俺バンされても関係ねえ。アカウントいっぱいあるから。もうな、よっぽど IP バンとかせん限りではね、きつくないね。IP バン、まあ、されても入れるけどね。処置がめんどくさい。な、プロキシーかませるのが結構めんどくさいんだよな。まあそんな感じで、ね、僕らがもう運営をね、動かしちゃってますね。僕とあと荒野行動ニュースがですね、完全に運営を支配しちゃっているという、そういう感じになってますね。いや、笑うな、マジで。本当に笑いましたね。まあもしもね、なんか、またバグとかそういうの見つけましたら、まあ LINE とかですね、そちらの方で教えていただけると、まあ僕ちょっとね、またそれを使ってですね、動画作りますんで、皆さんよかったら情報提供していただけると嬉しいです。まあしていただいた方で、まあその情報提供される際についでにね、まあ Twitter のメンションとかを貼っていただくとですね、Twitter の方のリンクもですね、貼らさせていただきます。概要欄にリンクも貼らさせていただきますんで、皆さんよかったら、よろしくお願いします。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方もよろしくお願いします。Twitter やってます。フォロバしろと言われたらフォロバしますので、よろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの2つもやってます。ミルダムと YouTube コミュニティ欄の方では、クランロゴのプレゼント作成企画やってます。まあ、リセマラライブもですね、2月以降はですね、ミルダムでメインでやっていきますんで、まあ、リセマラでいろいろ恩恵得たいなという人は、ミルダムのライブ来てください。まあ、あとですね、LINE の方で動画の通知や最新情報をお届けしておりますので、そちらもよろしくです。あとサブチャンネルでもぼちぼちですね、動画上げてますんで、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。